でね、その時に本当に必要、これは言ってもいいかなって思うことがあったら、これはもうぜひ参加してください。やはり飲み会のね、良いところももちろんあるわけです。でも無理やり嫌々ながら行っても、決してそこで何か吸収できるわけではないですし、自分の体との相談もあると思います。その時はしっかりと断る勇気っていうのも必要になってくるかもしれないですよね。でね、構えるんではなくて自然体でいられるといいと思います。フラットな状況で、今日これがあるんだけどって言われても、この日これがあるんだけどって、なんかフラットな状況で、あ、これ参加しよう、でもこれはちょっとダメだな、ちょっと行きたくないなっていうようなことがあったとしたならば、自然体で断ったり自然体で参加したりすることが割とスムーズにいくことになっていくと思います。